どうもディズニー大好き上ちゃんです。今回もですねカリフォルニアディズニーランドに行った時の動画を振り返りながらちょっと裏のエピソードなんかあとクイズなんかも出していきたいなと思います。どうぞ。あら雪が超かわいい。さてここで問題です。東京ディズニーランドのシンボルはシンデレラ城ですが、カリフォルニアディズニーランドのシンボルは何のお城でしょう。シンデレラ城じゃないんですよ。どうぞ。これがディズニーランドパークのシンボルなんですけど、シンデレラ城じゃないんですよ。眠れる森の美女のねお城なんですね。でこれはいつもと違ってこのクリスマス仕様になってますね。あのつららとかあの屋根にね雪がかかってる感じとかね、周りのこの池をね使ってね逆さ富士みたいな写真撮れるんだけど、それもねこちらめっちゃいいでしょ。ぜひねこの時期来た人はねやってみてください。正解は眠れる森の美女のお城でした。シンデレラ城と比べるとね小さいんですけどね、小さくてもゴージャスなんですね。続いてのおすすめはですねスプラッシュマウンテンなんですけども、スプラッシュマウンテンはですねファストパスを取って乗りに行きたいと思います。上ちゃんこの絶叫系怖いのになぜやるかっていうとね、ここのスプラッシュマウンテン、さてここで問題です。上ちゃんが今から乗ろうとしているこのスプラッシュマウンテン、このスプラッシュマウンテンにはですね絶叫アトラクションにはなくてはならないあるものがないんです。それは何でしょう。怖かったよこれ、ね、怖かった。上ちゃんこの絶叫系怖いのになぜやるかっていうとね、ここのスプラッシュマウンテン1列なんですよ。縦1列ね、東京ディズニーランドのは2列でしょ。でここだけ1列なんですよ。しかも安全バーがない、めっちゃ怖いでしょ。それをちょっと皆さんにね教えたくて上ちゃんわざわざ乗ってきますから。どうしたんですかそんなに濡れて見てたでしょ。もう最悪ですよ。もう靴びっちょびちょ。1列だとほら細くなるから水への勢いがすごくて、初めて見ましたよ水柱目の前にダーンザーンって。そのためにこうやってジップロックもらってますから。こんな可愛らしいスプラッシュマウンテン仕様のねこれに携帯を入れて乗ると。とにかくちょっと寒いんで太陽の下行かせてください。あー寒い寒い。正解は安全バーでした。ねえめちゃくちゃ怖かった。もうスリル系のアトラクション好きな人はぜひカリフォルニアディズニーランド行ってみて。あーあー怖かった。思い出してもうん。さてここで問題です。ウォルト・ディズニーが妻のリリアン・ディズニーに送ったこちら、これは何でしょう。あるかな。この大きさすごい大きさですよね。これね木の化石なんですよ。実はこの木の化石ウォルト・ディズニー本人がね手に入れたんですよ。で家に飾ってたらしいんですけど、家では邪魔だということで妻のねリリアン・ディズニーがこのパークに置いてくれと、もう邪魔だから家に置いとかないでくれってことで、ウォルト・ディズニーがここに寄贈したというエピソードがあるんですよね。で、ここを見ると読めないですね。ちなみになんですけどミッキーマウスも最初はモーティマーマウスっていうね名前にしようとウォルトが言ってたんですけど、リリアン・ディズニーがそんなかっこ悪い名前ダメよっつってミッキーマウスにしなさいよって言ったことによってミッキーマウスができた。名前良かったですね本当にね。正解は木の化石でした。もう大きいもんねこれ。お家にあってもねリリアンも困ったんだろうね。だからパークに置こうってなったみたいですよ。もう懐かしかったな眠れる森の美女のお城ね。クリスマス仕様じゃない時はピンク色で可愛らしいんですよ。
あでちょっとね VTR を見ててねちょっと上ちゃんあの時言い忘れたんですけど、実はねあのお城のね前に広場があるんですよね。でその広場の中心に40周年記念の時にタイムキャッスルっていうねタイムカプセルを埋めてるんですよ、お城型の。それがね開くのが2035年らしいんですよね。これは開かれるの楽しみですよね。その時は盛大にやると思うんですよね。うん、あとねスプラッシュマウンテンね、ちょっと上ちゃん怖すぎてね情報入れるのこれまた忘れちゃったんですけど、スプラッシュマウンテン東京ディズニーランドでもあるでしょ。東京ディズニーランドと同じように見えて、実はねあの中通ってくとあのねウエスタンリバー鉄道っていう、まあ向こうだとウォルトディズニー鉄道って呼ばれてるんですけど、その鉄道が中を通るんですよ。すごいでしょ。だから鉄道に乗ってる人はスプラッシュマウンテンの中が見えてるっていうね、ちょっとレア感あるねお得付きでございますよ。うん、ちょっとあれはびっくりしましたね。まあでも怖かったんですけどね。うん、であとねウォルトディズニーのね木の化石見ましたけど、あれなんでね上ちゃんが知ってるかっていうと、実はカリフォルニアディズニーランドでウォルトディズニーの、ね、ガイドツアー、ウォルトディズニーの歴史をたどるっていうガイドツアーがあるんですよ。でそれがねもう楽しくてね、いろんなねウォルトディズニーさんのねこう辿ってったね歴史をねしっかり教えてくれるんですよ。で一番最後なんとねウォルトディズニーさんのね使ってた仕事部屋に入れるっていうね、それはもう本当にね夢見心地でございました。うん、またちょっとね改めてねウォルトさんの後を追いかけてね回っていきたいなと思っておりますよ。はい、ということでまたちょっとね過去のロケの動画を振り返りながらちょっとクイズなんかもね出していけたらなと思っております。ということでまた上ちゃん TV 遊びに来てください。チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。